こんにちは、織作美音子です。私の生まれ育った町、小松。この町には人の心を動かすものがたくさんあります。歴史、自然、夢、そして笑顔。ようこそ小松ジャパンへ。日本列島のほぼ中央にある石川県小松市は、その西南部の中核となる町です。遥か古代から優れた技が芽生え、江戸時代には加賀百万石、前田利常公のもと町人文化が花開き、今の市街地の原型が作られました。その後も伝統を受け継ぎ、新たな産業を育み、多彩な魅力が彩る町へと発展し続けています。乗り物の町。人の技術と夢の結晶である乗り物の世界を体験できる小松市。航空プラザは日本海側唯一の航空博物館。ポッポ汽車展示館は鉄道ファンから人気です。車ファンにとってはポッポ汽車展示館が聖地。小松の森では世界最大級のダンプトラックに乗ることができます。歌舞伎の街。350年もの歴史と伝統を誇るお旅祭り。城下町の心意気を伝える絢爛豪華な八旗の曳山が市内を巡り、子どもたちが歌舞伎を熱演します。人々の心に歌舞伎への熱い思いがあふれる小松市は、まさに歌舞伎の町。歌舞伎の代表的な演目の一つ、勧進帳の舞台となった安宅の関があることでも知られています。そして世界に誇る九谷焼。小松市は九谷焼の名工を数多く輩出しています。また開湯1300年の歴史を持つ粟津温泉など、時代を超えて人々を魅了する歴史と文化の宝庫です。霊峰白山を仰ぎ、日本海を望む小松市は、北陸3県で初めて環境王国に認定されました。自然のままの姿で残された木場型公園。水と自然に癒される水郷公園です。のどかに広がる里山奥山では、ホタルや八丁トンボなど希少生物が住む環境が守られ、人の営みとバランスよく調和。
安心安全な食の産地として認められた環境王国小松は、豊かな自然と本物の美味しさで私たちの心と体を満たしてくれます。世界的な建設機械メーカー小松の創業の地であり、産業への情熱が脈々と息づく小松市。ものづくりの町として全国的にも知られ、高い技術力を持つ多種多様な業種の企業が集積し、世界を舞台に躍進を遂げてきました。そして JR 小松駅の東側エリアは、科学と交流の舞台へと生まれ変わりました。建設機械の歴史や仕組みを知り、里山の自然に触れる小松の森は技術や自然との交流スポット。科学が好きな子どもたちや若者、研究者が全国から集うサイエンスヒルズ小松がオープン。未来の創造力を育むステージとして、科学の楽しさや驚き、魅力にあふれています。やがて世界の未来を作る人材がここから羽ばたいてほしい。夢は広がり続けています。今から約2000万年前、日本海側での活発な火山活動は霊峰白山を生み出し、水晶、碧玉の宝石群、良質の凝灰岩石材、九谷焼原石の陶石など、大地の宝を生み出しました。小松の人々はこの大地の宝を活用し、時代のニーズに応じた人、物、技術が交流する豊かな石の文化を築き上げてきました。豊富な地下資源を生かした歴史の営みは小松のものづくりのルーツとされ、そのストーリーは珠玉と歩む物語として平成28年に日本遺産に認定されています。北陸の空の玄関口、小松空港からは国内外の都市へ定期便が就航し、国際物流拠点としても期待が高まっています。南加賀のターミナルとしてにぎわう小松駅、 JR、 高速道路などのネットワークもますます充実しています。自然の中で、街中で、いつでも誰もがドラマに出会う小松市。この街は訪れる人を感動でもてなします。皆様、私のふるさと小松、いかがでしたでしょうか。ぜひ一度足を運んでみてください。
よ。小松